ジニーは東京都にて結成された日本のロックバンド。2017年5月結成。バンドメンバーを探していたタツが幼馴染みの夫スークと後輩の我が財門知人の紹介で知り合った藤田を誘い結成。当初、タツから誘われた藤田は断った。理由は仲良くなれなさそうだったから。その後、スタジオに入るうち楽しくなり加入する意思になった。 2017年11月に本格始動。2017年11月28日、渋谷ツタやオークレストで初ライブを行う。2017年12月18日にファーストでもエマージュを200枚限定、ライブ会場限定でリリース。2018年2月21日、ファーストでもエマージュがソールドアウト。2018年4月28日、ファーストシングル。 302、30大歌賞をライブ会場限定でリリースする。2018年11月7日、ファースト EP、ルーシー・ユー・メンタリーをタワーレコード新宿店にて販売開始。2018年11月28日、渋谷 WWW にて1周年を記念したワンマンライブを開催。同日我が財問が脱退。2019年4月、 6月、8月にわたり、東坂自主企画、リタラリー勝ちの対番六本勝負を開催。2019年6月26日、配信限定シングル、花の名リリース。2019年8月28日、配信限定シングル、スマイルリリース。2019年11月20日、配信限定シングル、ほころびリリース。 2019年11月28日には、東京、渋谷 WWWX にて、活動2周年を記念した、ワンマンライブ、エニーセカンドアニバーサリーワンマンライブ、ガチの一本勝負を開催。2019年12月12日には、下北沢ガレージにて、エニー、リタラリー令和の師走、裏ワンマンを開催。 2020年1月31日より、ヨイズとのスプリットツアー、愛のいぶきツアーを、東名阪そして最後に東京と4カ所で開催。2020年1月15日、タツが、同年4月24日をもって脱退することを発表。2020年7月24日、下北沢ガレージにて、ワンマン配信ライブをもって、タツが脱退。2020年8月1日オンラインショップ。 限定シングル、デライトリリース。http://uroros.net スラッシュ newrelease スラッシュ102946スラッシュ以下は公式 SNS アカウント。ありがとうございます。